青木でメンズスーツデビュー。いや博士、博士、伊勢君、博士が見当たらないんじゃが知らんかね。博士なら向こうで尻丸出しの変な男と相撲取ってます。助かーい、助かーい。ほら、なんで店の中で相撲取ってんの。あ、すいません、違うんですよ。自分服を買いに来たんす。この春から上京して大学に行くんですけれど、なんか母ちゃんがいい大人が尻丸出しにして大学に行く気なのかってすげえ怒るんですよ。ていうか大学行くのかお前。本当は大学も乗り気じゃないんですよ。学業もその後の就職もどうなるかよくわかんないし、もう一生山で動物たちと遊んでいたいっす。いや、フレッシャーズにはよくある悩みじゃが、それは君自身将来の目標がはっきりしていないからじゃないのかね。え？人間は理解しがたい物事を怖いもの、不安なものと勘違いしがちじゃ。じゃが理解を深めていけば必ず不安は解消される。そうだよ、俺たちも悪の秘密結社だからって怖がられた時期はあったけれど、今じゃ近所の小学生にもバカにされてんだぜ。働くとはどういうことか。君がやりたいのはどんな仕事か、大学に通いながらでいい。少しずつよく考えるんじゃ。そっか、自分もそろそろ大人にならなきゃいけないですね。うん、親元を離れて大学に通うということは大人への第一歩を踏み出すこと。それにふさわしい服装がスーツじゃ。スーツ。スーツを着こなし、清潔感あふれる姿で新生活を迎えれば、初対面の人も好印象、気分も引き締まるぞ。そしてただいま青木ではフレッシャーズフェアを開催中。サイズも豊富に取り揃えているし、店頭にはプロのスタイリストがいるから初めてのスーツ選びも安心。しかもフレッシャーズ限定のお得な価格でお買い物ができるんだ。マジっすか。さあ、あなたもレッツスーツデビュー。まあお似合い。お母さんもこの凛々しい姿を見たらきっと喜ぶぞ。ああ、これなら先輩たちも片手で倒せるぜ。どんなフレッシャーズじゃよ。本当っすか。よし、早速帰って母ちゃんに見せてあげよう。じゃあ、ありがとうございました。博士にまたがっていかない。新生活はスーツで凛々しくスタート。青木のフレッシャーズフェア。